次この人誰次誰、うん、この人もいろいろ あった本当今年あこの人は大変だったね、災難だったんじゃない、一番じゃないの今までかけた中では、この人がこの人ね結構最近大変だったし、このそうだな本当にいろいろあったね、いろいろ話題を、うん、この人いるかな、でもなんか結構ね結構地方にいるよね、地方に行ったりするんだ、前回そうだよね、2年前ね、木曜なのに、もしもし、あもし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 、切ったぞ。どこが勝手に切った。え？いたずら電話だと思ってんや。あ、いたずら電話だと思ってんのか。そうだよ。またほら、うん、感じ悪いからさ、結構ほら。うんうんうん、ね。ノリがほら良くないから。うん。そっか。基本的にいたずら電話だと切っちゃうよ。そういう人いるんだろうね。いるんだ、いるんだ。切ってくんだろうね。もしもし？あ、もしもし。あ、すいません。はい、すいません。はい。もしもし。はい。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。こんばんは。なんで声合わせてくんの？あ、もしもし。なんで同じ声で。もしもし。こんばんは。こんばんは。あ、どちら様でしょうか。すみません。はい。ほんと、逆に、こんなこと聞くのもあれなんですけど。はい。どちら様でしょうか。あ、私ですか。はい。私のマゼキ芸能者所属のカノと申しますけども、マゼキ芸能者所属のカノさんだの、うっちゃんかっちゃんの、はい、うっちゃんかっちゃんのカノさんですか、うっちゃんなっちゃんね、うっちゃんなんちゃんの、なんかバージョンですか、うっちゃんなっちゃん、ナンバーさんになっちゃいますよそれだと、ナンバーさんに、ナンバーさんに、このいないのね。ナンバーさんになっちゃいますけど。もしもし？はい。はい。声。はい。一緒はいじゃなくて。あ、どちら様ですか？優しい。どちら様ですか？私ですか？どちら様ですか？私ですか？はい。誰だと思いますか？誰だと思いますか？会ったことありますよ。忘れたんですか？え、どこで会いました？どういう、収録ですか？収録でもそうだし、プライベートでも、何度か飲み連れてっていただいて。飲み連れていただいた？はい。忘れたんですか？え、いや、ちょっと待ってください。ちょっと、ひどい！かっちゃんひどい。え、かっちゃん、え、うっちゃんかっちゃんの、かのさんですよね。あ、うっちゃんなんちゃんではないですけど、かっちゃんですけども。覚えてないんですか、え、誰でしょうか、すみません、覚えてないですけど。もうひどいなぁ。何がひどいですか、何ですか、何ですか。いや、わかりましたよ。正解発表しますよ。何なんすか。ザキヤマです。ザキヤマさんすか。ちょっと栄光ちゃん、はい、あ、もしもし。そりゃないじゃん。そりゃないですよ。何がすか。声でわからなかった。いや、ずいぶん高い綺麗な声だなと思ったから。ごめんごめん、ちょっと聞こえなかった、もう一回言って。え、ずいぶん綺麗な、高くて綺麗な声だなと思ったから。あー、そう、嬉しいね。何なんすか。美味しい？嬉しい嬉しい。何が美味しいんですか？いや、嬉しい嬉しい。高くて綺麗な声だって言うから。何が美味しいんですか？いや、美味しいじゃないのよ。なんで？なんで？なんで？何なんすか、マジで。意味わかんないですけど。いや、実はさ、栄光ちゃんが今年いろいろ大変だったじゃん。いや、大変でしたよ、そりゃ。ねえ、うん、はい。結婚したでしょ？はい。え、いや、離婚だよ。あ、離婚か。あ、ごめんなさい。離婚だよ。そうそうか。そう、うん、そうだ。その、あれもあったし。はい。ねえ。いろいろと大変だったんじゃないかなと思って。いや、大変だよ。元気づけたくて電話したのよ。いや、大きなお世話ですよ。え？あら。なんでよ。こっちはもうお風呂入って寝るとこなんですから。あ、お風呂入ってんの？
お風呂入って寝るとこなんですから。ああ。ちなみにさ、栄子ちゃんって、はい。はい、小峠くんと友達だったりする？え、バイキングの小峠さんですか？あ、そうそう、バイキングの。バイキングの小峠さんですか？うん。ああ、友達っていうか、まあまあ、先輩ですよ。ああ、そうなんだ。あの、先輩っていうか、尊敬してる先輩ですよ。ああ、尊敬してる先輩やなの。ああ、そう。まあ、尊敬っていうか、はい、先輩ですよ。ああ。家の電話ないよね。え？家に電話ないよね。家に電話？うん。ないけど、何か。ないか。いやいや、あったらなら、ちょっと小峠くんに電話してもらおうかな。何なんだ、それ。携帯2台持ってない？はい？携帯電話持ってますよ。あ、2台持ってんの？2台持ってますよ。あ、ちょっと、小峠くんに一回電話してくんない？何なんすか？でも、約束してるからね。約束してるから。何？小峠くんに電話するんですか？うん、それ、この電話つなぎで、つないだまま小峠くんに電話できる？はい、っすよ。うん、ごめん。番号は？言っちゃダメなの？いや、知ってんじゃないの？え、こっち？番号言ってください。知らないの？いや、知らないの？知らないですよ、番号言ってください。あ、知らない？いやいや、知らん。知ってたら電話してって言ったのよ。いや、言ってください、言ってください。うん、あ、いや、いいよ、いいよ。だって今に言ってくださいって言っちゃったら、全員にバレちゃうから。いろんな人が勝手にしちゃうから。090？ いや、090じゃなくて。ダメなんだよ。で、何？英子ちゃんと今家なの？いや、めちゃめちゃ嫌ですよ。あ、めちゃめちゃ嫌なの？普通に家じゃなくて？めちゃめちゃ嫌です。あ、そうなんだ。お風呂入ったら、ちょっと、小峠と一緒に入れないのね。いや、俺ね、これちょっと待って、あの、うん、あれですか、バナナマンさん、あ、バナナマンさん、おぎやぎさんですか？間違えたよ。あれ、よくわかったね。おぎやぎさんですか？そうだよ。そうだよ。いや、だこの間の2年前の、あれでザキヤマサンタでさ、うん。はい。エイコちゃんに電話して、あれからエイコちゃん、すごい調子いいじゃない。あれから別に調子いいわけじゃないですか？いやいや、ずいぶん良かった。でも今年さ、うん。なんか大変ないろいろ、大変なことあったでしょ？大変なこと別にないですよ、大変なこと。え？なんか大悟さんともあったでしょ？あ、大悟。ねえ。大悟さんとちょっとね、友達じゃないかみたいなぐらい。そうそうそう。うん、あとあの、住職っていうか、神主の。はいはいはい、神主ね。神主の資格も取りましたよ。うん。取りましたし、もういろいろね、ほんと、今年は濃かったし、僕。ほら、そうじゃない。何、一番辛かったの何？やっぱりあれ？何ですか？一番辛かった出来事。一番辛かったのは、うん、アフリカ。来ちゃった。もう来ちゃった。あ、アフリまで行ったね。なんか、ラーメン屋だ、なんかあったのかな？アフリ。ラーメン屋のアフリなんかあったのかな？エビスのアフリ？アフリですよ。アフリなんかあったのかな？ハフリなんだな。もう聞きちゃった。うん。だいたい離婚じゃねえのかと思うけどね。そうだ、あ、お呼び出し中です。アフリカの話。もしもし。ごめんごめん。なんで切ってんの？いや、猫が踏んじゃってさ。猫？猫。あ、まあ、じゃあしょうがないけどさ。すぐ死にましたけど。え、で、何が一番辛かったの？一番辛かったのは、うん、アフリカに仕事行って、お腹をくださったのが一番辛かったの。え？何？アフリカに仕事行ってお腹を下したっていうのが辛かったかな。いや、それが今年一番辛いことなの？違うでしょ。いや、もう、相当なお腹の痛さですからね。いや、だって、いろいろ人生的にすごいさ、分岐点だったんじゃないの？今年は。いや、あのね、今年はね、もう本当にいろんな分岐点ですよ。そうでしょ？うん。一番でかい出来事あったじゃない。一番でかい出来事。うん。一番でかい出来事って言ったら、まあ、うん、あの、iPhone5 買った途端、2週間後に iPhone6 出たとか。ちっちゃい。それじゃないよ。それじゃないよ。iPhone5S を買った1週間後に6が出ちゃったの？そうそう。で、おい、なんだよ、これ、マジで。もうちょい待っちゃよかったよ、みたいな感じ。いや、そういうのあるけど、うん、それよりもだって、とんでもないのがあったでしょ。うん、僕、あと離婚ぐらいしないですよ。それだよ。あ、それですか？それそれ。離婚だよ。離婚はね、まあ、大変でしたけども、今もう前向きに一生懸命頑張ってるって感じですよ。あ、ちょっと、もう一回言ってもらってもらっていい？ごめん。何でもう一回言ってもらっていい？ちょっと、ごめん、もう一回言ってもらっていい？
今も一生懸命前向きに頑張ってるって感じですよ。ああ、なるほどね。ああ、うん。でもその、当初はすごい強い、辛かったんじゃない？当初ってどういうことですか？もうだからその、離婚したとか、もう、もうなんで、なんでの、したっていう瞬間？瞬間っていうかそっから一週間ぐらいは、はい。やっぱ喉を通らないとかそういうなんかあったんじゃないの？なんか。もしもし？あれ？あれ？何？何？何？切ってんの？あれ？電波？さっきから切れよね。うん、切るね。電波だから。何？電波なのかな？何なの？栄光ちゃんが。うん。うん？なんか電話切れちゃってんじゃん。え、電波悪いの？悪いのかな？どこ住んでんの、まず。あの、ね、どこなん？もしもし？ちょっと栄光ちゃん。何を大事なところで切るんですか？いや、違う、うん、こっちじゃないのよ。え？いや、どこにいんの今、家って。家ですよ。え、どこ？渋谷の桜ヶ丘の22の。いや、22のじゃなくて、これラジオだからね。いや、まあ、桜ヶ丘です。あ、ほんと？近い。あ、近い。ちょっと今から来てよ、じゃあ。どこですか？え？ TBS。遠いっすよ。あ、大丈夫。ちょっとあの、電話で話聞くのもめんどくさいから、はい。ちょっと今から向かってもらっていい？ちょっと、TBS のラジオの9回だから、俺も今から向かうから、じゃあね、はい。ちょっと。